商品レビュー専門、クトーの提供です。パソコンでプレゼンするとき、必要なものというと、プロジェクターとかテレビに繋ぐケーブルですね。あ、こんなもの会場で用意されてるよ。まあ、その考えダメですね。会場に用意されてなかったら相手の責任だ。確かな相手の責任。でもそれによって自分のプレゼンの機会、失います。その時に便利なのが、クトーのコブラ。コブラみたいなケーブルですね。サンダーボルトを3つの形式に変換できますね。まずは今主流の HDMI。 それとほとんどの会場ではあると思われるアナログ RGB、VGA とも言いますね。それと DVI。この3つに対応します。この3つに対応してれば、どのような会場でも使えますね。あと、念を入れるんでしたら、それぞれのケーブル。これも持ったくといいですね。RGB のケーブル。HDMI。そして DVI。この3つを持ったくと安心です。接続も MacBook Air だったら、ここに接続するだけ。これで使えますね。こんな感じ。 特に設定とかいらないですね。それパソコン用のスリーブとかにパソコン入れる。そしてこの変換ケーブルも入れおけばいいですね。そんなに膨れ上がらないですね。そんなに装備も重たくならない。だから自分の装備として持っとくこと、お勧すすめします。ケーブルがなくてプレゼンができない。客先のケーブルが壊れてた。DVI しか使えない。RGB しか使えない。そういうことあります。その時に苦闘のコブラを持っていれば、どれでも対応できますね。まあ、この3つ以外の方式、あまり知らないですからね。 まあ大体この3つで大丈夫なはずです。プレゼンテーション。成功の秘訣は備えですね。自分の装備を持っとけば安心です。慣れてます。1週間にプレゼン何回もやってるな。それその時に思い出せるほど、プロジェクターとかテレビへの接続でアタふタしてる。あ、ちょっとケーブルのなんとかとか、なんかそういうのを思い出した人、自分で持っといてください。値段も安いですので、自分のものとして買っちゃう。それもいいんじゃないですかね。ストレス減りますよ。工藤のコブラ、ぜひ検討してみてください。 商品デビュー専門でした。